はい、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回のなおチャンネルはこちら、中野ブロードウェイさんの中にありますギャラリーカフェオメガさんにお邪魔しております。なんとこちらのカフェでですね、私も出演させていただきましたヒーローザファイナルのコラボをしてるんですね。見てください、こちらヒーローザカフェ、はい、私こちらの作品出させていただいてるんですよ。皆さん見てくれてますよ ね。あのこちらですね、実際に劇中で使われたウルトロマンです、はい、私が戦った相手の実際のこちら立ってらっしゃるものとか劇中の衣装とかずらっと展示されてるんで、実際なんかご紹介したいと思います。来てください。じゃあちょっとお邪魔しますね。うわー、すごいすごい、これ真っ赤でかっこいいですね。見てください、この実際劇中で使われた衣装です。あれ、私の衣装はないかしら。ないみたいですねえ、もうでもボロボロになったんでね、実際本編をご覧になっていただきたいんですけど、書いてあります、ちゃんと。ほら、ボーボーファイヤーね、高岩さんの顔出し出演のために着ぐるみを一切排除した、カラコンをつける予定だったがうまくいかず断念って書いて、これあのヘアメイクさんから私も聞きました。あの高岩さんが実際に真っ赤なお衣装で目に赤いカラコンをつける予定だったけど、もう怖くて怖くて断念されたって聞きました。かわいい。そしてゴッドリープ星人、あーすごいね、いろいろ地球を侵略しに来たが召喚した族がなかなか来ないのでとか、すごいちゃんと丁寧に説明が書いてあります。はい、あ、見て見て、これ触らないでくださいって書いてあるけど、すごい、これわかるかな、私の旦那さんの頭です旦那さん、彼氏か、彼氏の頭です。私の彼氏そうです。あ、でもなんかいいですね、いろいろ交流ノートとかあったりねするみたいですね、こうやってね。え、後で書きましょうね、私も後で書きますね、はい、エラインダー将軍、はい、私の彼氏の、多分ね三部作のね前作までのねグッズとかね、そういうのも紹介されてるんだと思います。あの人形、真ん中の人形、私持ってたんです、劇中で。この衣装を着てる方が私に向かって飛んでくるんですけど、私巨大化してるから、私がこの人を手で掴むっていうシーンがあって、この人形を私が手で掴んだっていうか、みんなでキャッチボールしたり払いのけたりとかそういうことしてました、劇中で。すごい、いろいろしました、懐かしいな、ね、これはヒーローたちの皆さんの、はい、グッズですね。すごい、あ、わー、なんかこれ見覚えあるな、紹興酒、私これ劇中で飲んでたお酒だと思います、パンダイラガーこのパンダイっていうキャラクターがねたくさんありますね、あちこちに。これ実際劇中で使われた面ですよ。すごい、なんかもうこうやって見るとかっこいいですね。いろいろ見てきましたけども、ここにですね、見てください、グッズ、ヒーローザファイナルの缶バッジがずらっと29種類プラスシークレット2種類があって、500円で販売しているので、私もいるんです、見てくださいこれここにいる、これ出るかな、これ引けたら激アツですよねちょっと引きたい、これ当てられるかな、じゃあ500円、これにしようかな、じゃあこれ500円で買いたいと思いますそしてちなみにここギャラリーカフェオメガさんはいろんな方々と、まあ、コラボされてるんですけど、前回までのコラボが小野さゆりさんが、やってらっしゃった、小野ヒーローちゃんコラボカフェっていうのをやってたんですけど、そちらにも実は私出ててここですね、こちら、はい、私がやってるラジオ番組の、はい、私です、これおめおじゃちゃんというキャラクター、こちらもねバッチ売ってますね。じゃあちょっとこちら購入しますね、はい、お願いします。あ、すいません、じゃあ注文お願いしたいんですけど、はい、私の卵があるはずなんですこちら、あ、もう
あ、通じた、さゆりの卵はい、はい、私さゆりという役だったんですけど、はい、その卵をじゃあ一ついただけますか、はい、あとですね、私が変身というかね、怪人になった方のネイロンガっていうのがあって、そのネイロンガマンゴーっていうのもいただいてもいいですか、はい、これ私のメニューです私のメニュー、はい、じゃあこの2つとですね、あと午後のオムライス お願いします。午後のオムライス、はい、お願いします。はい、以上でお願いします。さあ今フードの方をね、注文しましたんで、待ってる間にちょっとこちらもご紹介しますね。皆さん見てください、たくさんグッズが、え、かわいい、この T シャツ、え、私知らないのもいっぱいあるんですけどT シャツここにもあります。パンダイヒーロー T シャツね、こういうのもあったりとか、あとたくさんある DVD、 今回3部作の最後の作品だったんですけど、1作目と2作目もね DVD でこうやって販売されてるみたいですね。あとはマグカップがあって、こちらのパンフレット、はい、あのパンフレットには私も載ってます、はい、とかトートバッグ、粗品タオルかわいいマスク、いろいろパスケース、すごいいろいろありますね。キーホルダーとかね、こういうのは在庫があり次第皆さんね、ぜひスタッフの方にご聞いてみてください、はい、在庫確認いたしますということですね。売り切れ次第終了だそうですね。じゃあちょっと座らせていただきます。名前がありましたよ、ちゃんと出てるでしょ。じゃあちょっとこの間に缶バッジ開けますか。まずこのおようじゃちゃんちょっと紹介させてください、はい、私がやらせていただいているラジオ番組のねキャラクターなんですけど、ニュージャック拓郎さんと山ちゃんと私なんですけど、私ほらちゃんと及川っていう酒を持ってます。なんかすごい美化して書いてくれてて、これ LINE スタンプにもなってますんで、ね、ぜひチェックしてください。さあ開けますか。31分の1、さあ引けるか、引けたらすごいですよね。引けないと思うんだよな私こういうの。なんだろう、せーの、よいしょ、でもよくない、いいでしょ、3人揃ってるよ、ヒーロー3人揃ってるやつ当たった、ありがとうございます。お隣お客さんが拍手してくれたありがとうございますやったー、でもちょっと当たりでしょこれ、ある意味やったー、よかった、でもなんかまたもう一回ぐらいやりたくなっちゃう後でもう一回やるかも、最後におまけでもう一回やりますお待たせしました、はい、ネイロンガンマンゴー、はい、ありがとうございます、かわいいかわいい、こちらが販売ステッカー、こちらがクリルのコースター、これステッカーいただいていいんですか、こちら単品でもついてくるものとありがとうございます、ありがとうございます、わー嬉しい。とこちらですね、アクリルコースターですよね、何が出るかはわからないさあどれだろう、ランダム、じゃん、あ、かわいいウルトロマンのコースターです。こんなおまけもいただけるなんて最高ですね、ありがとうございます。そしてネイロンガマンゴー、これ見てください、これ爪なんですよね、ネイロンガっていうこの怪人は爪が特徴的なんですけど、私もだから実際もう付け爪で、はい、長い爪だったんですけど、先端チョコレートついてて、じゃあいただきます、ありがとうございます。これソフトクリームで、この中何なんですか、だから名前の通りマンゴーが、そうか、マンゴージュース炭酸なんですか、そうか、名前の通りです、失礼しましたいただきます。しっかりした濃厚なソフトクリーム、嬉しい、じゃあマンゴーいただきます。美味しい、さっぱりしてます、暑い日にぴったりこれどうやって食べればいいんだろう結構こういうのってね、爪にこう刺して食べたりとかするじゃないですか、そうしたいんですけどね、ネイロンガなんでクリームついちゃって、このままいただきますあ、チョコちゃんと味がしっかりしてました面白い、自分の爪を食べてるような人ですかね、そういうことですね
おいしい。午後のオムライス失礼いたします。はい、うわーすごい、わーかわいい。見せた。すごい。見て、アクリルスタンドもいただいちゃった。後ろと一緒です。あ、本当だ。メインビジュアルですね。あ、すごい。あ、これちゃんとこうね、あの立てられるようになってます。スタンドですか。スタンド、そうですね。すごいな、どんどんグッズが増えていく。やった。こちら午後のオムライスって言って、胸元のこのマークがモチーフになってるんですね。これいきますよ。うわ、すごい、いろいろグリーンピースが見えた。あら、あら、しっかりくるまれてます。よいしょ。あら、いい香り。ほら、すごい湯気見えるかな。おいしそう。グリーンピースも入ってておいしそう。いただきます。おいしい。おいしい。しっかり味がちゃんとついてて、ケチャップつけなくてもね、美味しいですね。なんかこれ崩したくなって、こう伸ばしたくなって。美味しい。あ、いや、これはいいな。ちょっとなんか実際映画をまだ見たことない方でもね、来てもらいたいなと思いますね。どういう作品なのか興味を持ってほしいなと思います。おいしい。ふわふわ。こちらセリフの卵。はい、私の卵。やったまず赤金 TV さんのね、はい、いいな、嬉しいです。キーホルダー、アクリルキーホルダーもいただきました。すごい、これ、ちょっと私思ったより大きかった、びっくりした。さゆりの卵でございます。ちょっとこれ開けるの楽しみですね。開けます。せーの、よいしょ。あ、かわいい。プリン、プリンです。どうなってるの下は。あれ、このまだカラメル的なものはない。いただきます。甘い。おいしい。超おいしい。めちゃめちゃ美味しい。嬉しい。あ、見て見て、下の方に何か見えてきた。何これ。うわー、いいな。なんかこのちょっと あの悪役っぽい感じが、何ですかこの黒いの。これ何ですか。こちらがごまのペーストに。ごまなんだ。ごまの、なるほど。ちょっといただきます。甘さとどう絡むのか。うわ、大人の味。あ、ごま、しっかりしたごま。あ、いい、好きです、大好き、これ美味しい。あ、なんかちゃんと甘いのは甘いので、はい、楽しめた後にこのごまね、大人の味。なんか黒っていうかちょっと緑っぽい感じが。すごい、このちょっと毒々しいのが逆にいい、悪役っぽい。うわ、これ二度食べ楽しめます。甘いのも楽しめて、ごまも楽しめて。うわー、さゆりの卵ですこれ。私これ思ったより大きかったし、思ったよりどっさり入ってて、すごくすごく満足感得られますね。この大きさはすごく美味しいです。26日までなんで。そうなんです、皆さんお急ぎください。もう26日までに私もう1回ぐらい来れたら来たいと思いますけど、はい、皆さんぜひ中野にお立ち寄りの際はぜひね、2階、ブロードウェイの2階にありますからね、はい、こちら来てみてください。いや、大満足です。あ、美味しい。さあ、では今回の動画いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。そして引き続きチャンネル登録もよろしくお願いしますね。ぜひ中野に来てみてください。
ではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。はい、ヒーロー交流ノートがありましたのでこちらに書かせていただきたいと思います。いやあ、皆さんね、いい感じ。あ、いろいろ書いてありますね。え、青柳高也さんと高野八生さんが書いてらっしゃいますね。さすがですね、あの監督さんとね、あの主演の、はい、青柳さんですね。へー、あー、なんかいろんな方、うんうん、やっぱね、オムライス美味しかったとか、スライダーカレーも美味しかったんだ、いいね、あ、ピザも美味しかったんだ、いいね。皆さんすごい、あったかいメッセージいっぱい書いてありますけども、はい、最後のページに書かせていただこうかな。ちょっとなおチャンネルステッカーが大きいんですけど誰もシール貼ってないんだけど、あの一番ほら表紙より目立っちゃうんだけど贅沢にいいですか貼りますよ、失礼しますずーずーしく大きくなっちゃったしっかり1ページ使いましたずうずうしくてすみませんはい、ぜひね、あの直接9月26日まで来ていただいてこちらも見てくださいじゃあバッチ寄りますか、もう一回もう一回これでどうなるかね。そうですね、うん、すいません、もう一枚いただきますね、はい、この子かな、よし、はい、お願いします。じゃあこちら頑張って、これね、あー、どうかな、なんでしょう、せーの、じゃん、あ、違った、でも、でも嬉しいありがとうございますわー、またお帰りしたくなっちゃうありがとうございました、楽しかった